ここは栃木市文化会館です。本日は栃木蔵の町シニア連合会のシルバー文化祭にお邪魔しております。箱市ことぶきクラブと申しまして、はい、みんな高齢者の後までね、大崎市の、でもね、結構皆さん一生懸命ね、頑張ってやっております。まさかここで歌わせてもらえると思わなかったです。ありがたいです。今日の出来栄えはいかがですか？ああ、もう結構よくできましたよ。はい、輝けーローレンジャで作りました。私たちのクラブはみんなの手作りでっていうことがモットーなんですね。そうしますと踊りにもこう一生懸命なんかね、愛着が湧くっていうか、ですからこれもセンスも自分たち、髪飾りも自分たちっていうことで、でなるべくならその踊りにもうなりきってやりましょうっていうことで、輝けローレンジャー。なんでこんなに可愛いのかよ、なんでいや意味づらを、でも愛しても ちょっと激しい運動になりますけど、そうですよね。我々老人に対しては非常に運動になります。ボケないことですね。音楽と動きがね、輝け！平均年齢何歳ぐらい？65歳以上なんですけど、大体、平均年齢70歳。ねえ、お若いですよね。輝けローレンジャー、もっと踊りてI'm sorry.
今数えてみるとね、一市五町の栃木連合会は6000ちょっといるんですよ、会員がね。だけどもまたまた増やさないとですね、生きがいにつながらないから、そういうことで考えております。楽しかった。